画線法は線を引くことによって線の本数で数を表現する方法である。通常見られる方法は語を一つの塊として表記する方法である。例えば、日本語などでは正の漢字を用いて語までの数を表現し、下方向あるいは右方向にと増加させることで表現する。語は人間の片手の指の総数と等しいため、指を使用して数える場合と、 同様な用途で用いられることもある。日本での使用頻度は他の国と比較して高いが、日本語の文化圏では、河川法という単語があるにもかかわらず、ほとんど認知されておらず、性の文字で数えるなどといった別の表現で言い表すことが多い。通常、採用数字や関数字を記入して、ものを数える場合、1増えるごとに前の数を消してから記入する必要があるが、 画線法では前に記入した状態を消さずに線を1本加えることで数を増やしていくことが可能であるため、順次数を増加させて記載していくことが必要な場合に多く用いられる。一方、数が多くなると全体の長さが長くなり、現在の数字を把握できなくなるため、多い数の場合に用いることはほとんどない。表記された画線数を数える場合には、 語の倍数波数で数えることが多い。画線法では、端の位置を揃えることによって、棒グラフのように見やすい表記が可能であるため、比較的個数の少ないものの総数を比較するときに多く用いられる。カウアイ島にある82の表記語を塊とする、方法日本語では、漢字で正しいを意味する、正の漢字が用いられる。これは、同じ漢字圏である、中国語や朝鮮語であっても同様である。 漢字の書き順と同じ順序で数を表し、1は上の横棒、2は中央の縦棒、3は中央右の横棒、4は左側の縦棒、5は下の横棒である。一方、正の漢字の正しい書き順を知らずに間違って書くと、他者が数値を勘違いしてしまうことがあり、問題となることがある。欧米では最初に縦線を4本書き、5本目を 線上に重ねる形で左上から右下に書くことで表す。場合によっては6から9まで縦に書き、10の場合には右上から左下に線上に重ねるようにして表す。南米ではのように最初に漢字の口の筆順で4まで表記し、5は左上の頂点から右下の頂点に線を引くことで表す。5以外を塊とする方法地域によって、 5以外の数を塊とする表記も用いられる。パソコンで使用する場合は、文字コードに含まれていなかったため、長らく使用することができなかったが、2015年11月に、検覧ディによってユニコードに登録申請され、2018年のユニコード11で採用されたため、現在は一般の電子機器でも文字の表記として使用可能になっている。ありがとうございます。